葉を食べれば緑のうち、茎を食べれば黄色いうち、人参を食べればオレンジ色のうちが出てきます。食べたら食べた分だけうちが出てまいりますので、だいたい1日に15キロから20キロ、だいたい1個ぐらいのうんちを出しています。さあ、お母さんパンダが来賓。ただいま木の下でタケノコ食べておりますが、よく見える場所が限られますので恐れ入りますが、一番前でお写真お撮りいただけましたら、パンダが邪魔でさ、持ってきたの。お母さんパンダ良浜の正面が混雑してきております。どうぞ前の方でご覧いただけましたら、お母さんパンダと交代でのご観覧にご協力をお願いいたします。立ち止まってご覧になる方恐れ入りますが、前の方にお詰めいただいて、後ろの方は歩かれる方に道を開けていただきますようにご協力をお願いいたします。パンダ目をつぶって美味しいという顔しながら食べております。黒い模様に隠れてなかなか目が見えにくいかと思いますが、よく見ると美味しい顔してますので、ぜひ表情にご注目ください。
大事欲しいだって。だから、死ぬのだから、やっぱり。まだ左側ではお母さんからの合図、右側では5歳の最新がご覧いただけます。左側、お母さんパンダのラウヒ、2000年9月6日生まれでして、次の誕生日、今年の9月で24歳を迎えます。年女ですね。はい。24歳のお母さんです。人間で言いますと、もうすでに70歳近くになります。お母さんです。このアドベンチャーワールドで一番最初に生まれたパンダの赤ちゃんがこちらのラウヒでして、白浜の浜文字を、もらいまして、良い浜と書いてラウヒと名付けられました。アドベンチャーワールドでは10頭のお母さんとなりまして、とても子育て上手な子だくさんなお母さんとなっております。可愛らしい友達をしているのが特徴です。ただ手足がとても短くて丸いまん丸な体もしております。パンダは一頭一頭顔も違いますし、性格も違いますので、パンダに機会がありましたら、それぞれのパンダたち、じっくりと観察してみてください。こちらのブリーディングセンターでは2頭が暮らしていますけれども、園内の入り口近くにございますパンダラブでは、3歳の楓浜と7歳の結浜もご覧いただけます。こちらのブリーディングセンター、本日6時30分まで、パンダラフは夜7時までの公開となっておりますので、親方などこの後もごゆっくりとご覧向いて。もうちょっともうちょっとママに寄って。これぐらいかな。チュチュ。チュチュ。キス。カちゃん。キス。オッケー。あっちはおんの。でも写真撮ってる人いないよ。
めっちゃあるわ。